作品がこれですね。そうですね、こんな感じになります。はい。で、一番初めての人でこう、ね、ステンドに興味持っていただいてやりたいっていう方の中にはもっと難しいのやりたいよって人もたくさんいらっしゃるんですけど、ただですね、ガラスを着たことあるよっていう人はなかなかいないので、本当にそれが初めてっていう人はこういったシンプルな形じゃないととても難しくてできないので、だから今日はですね、一番シンプルなこの好きな色ガラスを4つ選んでいただいて、それをまっすぐ切る練習から始めて、で組み立てていきますね。でまずはこっちの本番、選んでいただいたガラスを切る前にガラスカットがどんなものなのかっていうのをまず見ていただきましょうね。ガラスはカットするものなんですね。ガラスはね、今カットって言いましたけど正確には割るのが正しいですね。これがガラスカッターです。カッター、はい。これも普通のガラス屋さんで使ってるのと全く同じです。持ち方は鉛筆と一緒で大丈夫です。上からグッと押さえます。手前に引きます。これが入ってると、はい、今みたいにチリチリチリって音がします。あ、この音ですね。これが傷が入ってる時の音です、はい、力が入ってないと音がしないです。で、ちょっと画面では見えにくいかもですけど、今ここ縦に線が2本入りました、はい、ありました。この線の通りにガラスが簡単に割れます。あ、本当だ。おお、はい。で、切ったここのエッジがとっても尖ってて危ないので、はい、この切った部分はこの石のヤスリで角を落としてください、はい、でこれも普通に持って大丈夫です。あ、はい、慣れてる人はね、手でパリ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 割っていけるんですけど、はい、初めての人でちょっと怖いなっていう人はこの道具使います。これで、はい、このままグッと握ってください。握ります。はい、いきますよ。あ、うん、そしたら今こう傷を入れたところで綺麗にまっすぐ切れました。これなんていう道具なんですか？それはフライヤーっていう道具なんですけど、ここにさっきの、そうですね、線と線を当てて割ります。はい、藤沢さんの作品はどこか見ることできるんですか？アソシ、アソシ、ちょっと待ってくださいね。個人宅だったらあるんですけどね、今のところまだ、はい、お店とかはなくてですね、これからちょこちょこ増えていきますんで、こう期待で今年はちょっとアソシ役所かなんかに入れようかなと思ってるんですけどねOK です。ちょっとこれからですね、はい、ハンダ付けっていう作業に移りますんで、はい、今からコテをちょっと温めます、はい、ちょっと 2,3 分お待ちください、はい。上から押さえつけます。わー、溶けた。で、もう一回上からグリグリ全体にちょっと伸ばしてあげます。それで OK、はい、せーの、じゃじゃーん、こんな風に完成しました。できました。さっきハンダゴテつけたところですね。そうですね、そこジューって溶かしたところですね。ここですね、はい。で、出来上がった作品はこうやって木枠に入れてからお渡しします、はい、で、当日のうちにお持ち帰りいただけるようになってますので。また、富澤さんの工房ではサンドブラスト体験といって、グラスに自由に模様付けができます。細かい砂を吹きつけて作るもので、結婚祝いや誕生日プレゼントに作っていく人も多いそうです。もうね、梅雨入りしましたけれども、ええ、富澤さんのこの工房は、ええ、雨も関係なく、そうですね、はい、はい、楽しみますからね。いつでも楽しんでいただけると思いますので、はい、ぜひぜひご家族連れでもよし、カップルでもよし、女子会でもよし、もういろんな人に楽しんでいただけると思いますので、ぜひぜひご来店お待ちしております、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます